一気加勢だ。Yeah!
けど、メルル姫様いないね。だな。もしかしてまた空振り。うわぁ、畜生、降りてきやがれ、バカ野郎。何やってるんだあいつ。あれじゃないかい、ままならぬ思いを叫んでストレス発散。ちげえよ。あ、気づいた。ニコさん、どうも。ああ、よく会うな。どうした、ジョーちゃんたち。ひょっとしてまた人探しか。はい、またっていうかまだの方が正しいですけど。なんだ、まだ見つかってねえのか。手伝ってやりてえのは山々なんだが、あいにく依頼を抱えててな。ちっとばかし動けそうにね。依頼？ああ、なるほど。あの魔物に向かって叫んでたのは。そういうこった。あいつが討伐対象ってわけよ。これが海の中だったらパパッと泳いで仕留めちまうのに。なるほどなるほど。うん、空を飛んでる魔物。あ、どうした、ジョーちゃん。ニコさん、あの魔物のことをどうにかなるかもしれません。お、なんだ、急に自信満々じゃねえか。このリドルに浮かんだんですよ、空を飛ぶ魔物を倒す道具の作り方。作り方が浮かぶ。はい、というわけでニコさん、私たちニコさんのことをお手伝いします。マジか、そいつはありがてえ。あ、けどいいのか、人探しの途中なんだろ。多分また行き違いになっちゃってそうなので。そういうことです。それに困ってる人は放っておけませんから。助かるぜ。じゃあ俺は一旦アールズに戻るとしよう。それじゃあルルア、その道具とやらよろしく頼んだぜ。よし、それじゃあパパッとリドル解読しちゃおう。霧のせいで怪しい。新しい文章。何が出るかな。補充完了です。さーて、どこに行こうかな。どの
っと。考えをまとめて、解読完了。よし、解読終了。お疲れ様、ルルア。今度はどんな道具なの？ズバリ魔法の大砲だよ。魔法でできた弾をドカーッと打ち出すの。これを使えば空にいる魔物だってへっちゃらへっちゃら。へえ、知らなかったけど錬金術ってすごいのね。私の時代には錬金術という学問はそれほど発達してなかったから。ねえ、その話なんだけどさ、スティアって本当に何百年も前の人なの？それにオペレーターって、スティアって一体。ルルはお腹が空いたわ。カレーが食べたいのだけれど。はいはい、わかりました。それじゃあご飯にしよっか。食べ終わったらこの道具を作ってニコさんに届けよう。スティアのことは気になるけど、また今度でいいよね。うん。ナノマスター、どれを作ろうか。どれが、うん、いい感じ。うまくいってるね、うまくいってるね。これでいい、これでいける、いける。このように帽子から鳩が出てまいります。ご覧いただいてありがとうございました。本日はこれにて終演。おお、すごかったぜ。おじさん、また見せてね。ああ、また来るよ。それと私はおじさんじゃなくてお兄さんだ。いいね、それじゃあまた。ピルシェ、お疲れ。お腹空いたかい？ん？テクスさん、手品やってたんですか？おお、ルルアちゃん、よくわかったね。その通りさ。私の手品は超一流だからね。お客さんもたくさん見に来てくれるのさ。自分で言うんだ。まあ、フィクスさんの手品がすごいのは認めますけど、そんなすごい手品一体どこで覚えたんですか？ああ、大昔に知り合いが教えてくれたのさ。
大昔？大昔だ。多分ルルアちゃんが生まれるずっと前だろうね。いやいや、フィクスさんそんな年じゃないでしょう。ん？ああ、そうだった。忘れていたよ。はあ。まあそれは置いておいて。手品はいいよ。教えてもらってよかった。暇つぶしになるし、こうやってショーを開けばロギン稼ぎになる。そして子供を釣るのには最適だ。手品をした時のみんなの反応といったら最高だよ。うわ、フィクスさん悪い顔してる。悪者悪者。善悪なんて誰かが勝手に決めた尺度でしかないのさ。さてと、そろそろ私は行くかな。次の場所でショーをしようと思うんだ。あ、そうなんですね。子供に変なことしちゃダメですよ。わかってるって。それじゃあね、ルルアちゃん。ありがとな。それじゃちょっくら行ってくるか。いよいよ持ってください。最後までお手伝いしますよ。乗りかかった船ってね。いいやつに巡り会えたもんだ。これもきっと母なる海の祝福に違いねえ。あ、すまれ、恩に切る。それじゃルラ。はい、ニコさん。一緒に魔物退治とシャレ込もうぜ。おや、目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。木は人の営みに欠かせない。自然の恩恵に感謝するんだよ。先手必勝だね。さ、ドカンと行くよ。
なるほど、どこでも取れてどこでも使える。木って大切な材料なんだよ。よいしょ。注意注意、これは毒。間違っても口に入れちゃダメだからね。おー、急っ。これは役に立つそうだね。そろそろ体が崩れるかな。してみよう。ショータイムだ。転ぶから足元注意。って、私だけ？薬の材料だね。苦くない薬もあるのかな。こう、いざ。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが使
くれるかな。おーいさ、これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。ショータイムだ。新速だ。炎の手品さ、追い打ち。気をしたようだ。嫌がったな。覚悟しやがれよてめえ。今の俺には頼れる相棒がいるんだぜ。つうわけでルルは思いっきりあいつにぶっ放してやんな。はいよ。それじゃあいっけー。よし、落
ちてきたぞ。周囲に敵もいないようだし、一気に畳みかけるのが良さそう。オーケーオーケー、それじゃあみんな行くよ。行くぞ。切り裂く。ドカンと行くよ。すらえ。切り裂く。俺たちの勝ちだぜ。やったー、お疲れ様です、ニコさん。なあ、ありがとな、本当に助かったぜ。しかしルルアはすげえな。あの大砲ものすげえ威力だったぜ。あれならどんな魚だってイチコロだ。ルルアはめちゃくちゃ優秀だ。俺が保証するぜ。そうですかね、褒めてもらって嬉しいです。オータマよ。あ、なあルルア、俺がいつか海の上に戻ったら俺のためにとびっきりの大砲を作ってくれねえか。海の魔物とやり合うためにも火力が必要でよ。あ、はい、そういうことならもちろんですよ。ものすごいの作っちゃいますよ。そうかそうか。ルルアはいいやつだな。このニコデムス・ダビド・ディータ、海の恩義に従ってお前の旅についていく。それは嬉しいんですけど、いいんですか？いいってことよ。どうせ船を直すまでは金稼ぎ以外に目標はねえ。なら少しでも恩人に力を貸すのが礼儀ってもんさ。よろしくな、ルルは。はい、よろしくお願いします。これが私のメモリーに記録されている友情と勝利ってものね。その通りだよ、スティアちゃん。私もあまり詳しくはないが、素晴らしいものだろう。ああ、勝利はともかく友情とは無縁そうだもんな、オーマ。何を言うんだい、オーレル君とはすでに熱い友情を。おわ、ち、仕留め損なったか。じゃあみんな、アールズに戻ろうか。メルル姫様はまた空振りだったわけだし。だな、俺も依頼主に話をしなきゃいけねえ。さ、一緒に戻るとすっか。調べないと。それそれそれ。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだがな。